今潮風落花生の農園に来ました。漢方肥料の畑です。もう結構できましたね。今回も今月の週末ぐらいに月末収穫ですね。いやもうほんと4月からやっとここまで来ました。ちょっとあの一つ見てみましょう。それちょっと置いてみて、それを見てみましょう。これ抜いてみますか、とりあえず。掘らんといかんよ。掘らないと。あ、すごい。もうこれぐらいで。すごいできてる。見て。いや、見てみてこれ。めっちゃめっちゃ。プリ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 。こっちもこっちも。いやもう今月末がほぼ収穫ですね。まあとりあえずまだ置いていきましょう、もったいないから。まあこれはもう切っちゃったからしょうがないです。いい感じ、結構できてますね。ちょっと中見てみますね。結構硬いよ。硬い。わ、結構綺麗にできてる。ほんと。綺麗に。硬いかどうか見てみましょうか。いや、硬いで大丈夫。甘い。甘い。ほんと落下する。マジうまい。ちょっと、塩でしみます。塩ゆでして食べてみましょう。そのための塩風落花生ですか。ちょっと取ってみましょうよ。じゃあ何個ぐらい取る。うまいよ、本当にうまい。生で大丈夫ですか。いや大丈夫だ。味も生で食べちゃダメなの。うん、いや分かんない。あ、まずいじゃん。このぐらいでいいよね。はい、このぐらい。2つぐらいちょっと茹でてもらって食べて、ちょっと後で食べてみましょう。はい、いいですか。はい、やってみましょう。塩風落花生を実験的に塩茹でしてみました。ちょっと食べてみましょうね。あ、うまくできてるんじゃん。美味しいのかな。ぶちうまい。冗談抜きにうまい。うまい。